やった、恥や。これはラッキーだ。よかった。こんな感じですね。カプセルホテルみたいな感じです。いや、でもこれ、恥はありがたい。
も更けてきて遅い時間になってきたんで、そろそろ寝たいと思います。で、仙台到着は明日の夕方の4時ということで、明日は1日、まあ、ほぼ1日、仙台で過ごしていくことになりますが、まあ、明日でね、やることがあるんで、今日も早く寝たいと思います。
道で仙台港に着岸予定でございます。というわけで到着しました、仙台港です。いやゆっくりできました。はい、約、22時間船旅ですね。長いようなんですけど意外 と、あっという間で楽しめましたね。はい、船旅、はい、なかなかね、あの船旅ってする機会ないと思うんですけど本当におすすめなんで、まだ1回もねやったことないっていう方はぜひやってみてはいかがでしょうか。楽しいですよ。これからねまた順番に、降りていくっていう形になります。まあ、せっかく仙台来たし牛タン食べたいな。牛タンを食べてあと松島ももう経由して行っちゃおうかな。松島経由して今日の宿泊地の一ノ関に、向かいたいと思います。じゃあね、久しぶりのロータリーのサータウンです。エンジンつけてからいきなり出発になったんで結構老けてますね。回転数が高い。じゃあ上陸します。仙台です。はい、到着しました。仙台着きました。晴れてますね、天気いいですね。明日もね、晴れてくれたらいいんだけど久しぶりの仙台。さあ、東北の旅がいよいよ始まります。ていうか、RX8 のドライブが楽しすぎる。久しぶりだったからな。紅葉してるかな、ちゃんと。今日は、今回は紅葉ドライブなんでね、紅葉がっつり見に来てるんで。いやー仙台ですよ、来ましたね。なんか空気感がちょっと冷たくて東北っぽいですね。で、周り見てもみんな宮城ナンバーで仙台来たなっていう感じです。いやすっかり暗くなっちゃいましたね。やっぱ東の方は夜が早いですよね。やっぱいつもの西の感覚に慣れて
すっかり暗くなっちゃったな。三景なのは、まあ、知る方多いと思うんですけど、この景色を日本三景にするって結構渋い選択だと思うんですけど、俺だったら四国からお勧めしますね。まず今まで日本三景はこの松島は、今回2回目 で宮島は広島出身なんで何回も行ってるんで、あとは天の橋立てを行ったらコンプリートですね。時間が時間だけに人はあんまりいないみたい。牛タン定食の3枚6キロお願いします。こちらプラス50円でご飯をお盛りできますが、こちらはいかがでしたか？じゃあ大盛りでお願いします。はい、かしこまりました。以上でよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。お願いします。いやー、お腹いっぱいになりました。美味しかったですね。やっぱ宮城に来たらね、やっぱ牛タンは食べないとね。はい、お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。で、なんかお店の人がわざわざお土産にどうぞっつって、なんかモンブランをいただきまして、すごい嬉しいんですけど、今日ちょっともうお腹いっぱいなんでどうしようかなって悩んでます。どうしようかな、俺ほんまに。いただいたからちょっと食べないと思う。もったいないですね。明日登山するから、それで、その時に腐ってなければ食べようと思います。はい。じゃあ、一ノ関行くか。ちょっと遠いんですけど。おっと。なんだ今の。よし、行こう。カードを確認しました。牽引車両。
明日は、登山、そしてまあ、平泉とね観光地を回っていきたいと思います。明日から本格的にスタートですね。ということで、今日はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。どうもメッセージ、さよなら。